子ども政策、少子化対策、若者活躍、男女共同参画、共生共助、女性活躍担当、共生社会担当でご活躍の三原淳子内閣府特命担当大臣です。今日はお忙しい中ありがとうございます。それでは参議院議員三原淳子内閣府特命担当大臣に稲葉大輔への応援のお言葉を頂戴いたします。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました参議院三原淳子でございます。本日は雨降る中足を止めていただき、そしてまたお集まりをいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。選挙戦ももう残りわずかとなりました。皆様には、私たち自民党はまずお詫びをしなければならないと思います。大変ご心配をおかけし、ご迷惑をおかけしております。政治と金の問題にしっかりと決着をつける、古い政治に決着をつける、このことを皆様にまず私からお約束をさせていただきたいと思います。今回のさまざまな問題、はっきり言って稲葉さんには何の関係もないかもしれない。しかしながら初めてのこの国政への挑戦がこのような形で自民党大逆風の中で退路を断って、この浜松のためにと立ち上がった稲葉さんの思いをどうしても皆様に直接お願いをしたかった、ぜひ聞いてもらいたかった、その一心で私は今日ここへ駆けつけさせていただきました。全国広しといえども、この地がきっと一番厳しいだろう、稲葉さんが一番苦しい思いをしているんだろうと、そう思って駆けつけさせていただきました。私たちはこの自民党を何としても立て直すために、稲葉さんの新しい力、この力を必要としています。この度自民党としては厳しい処分もいたしました。そのことについてもまだまだ国民の皆様にご理解をいただけているとは思いませんが、それでも苦渋の決断をして、なんとか本気で生まれ変わろうとしているんだという覚悟をご理解をいただきたいと思います。今回の戦いは政権政党を選ぶ選挙です。自公政権が今まで培ってきたさまざまな経済政策、外交防衛政策、こうしたものを新たな石破政権で前に前に進めていかなければならないときに、このような自民党に対する皆様の大変厳しい思いというものを、それでもしっかり受け止めて歯を食いしばって、私たちは責任政党として前に進めなければならないんです。皆さん、私たち自公政権でなければ、これからのこの日本を
前に進めていくことは大変難しいと私は確信しています。政権交代を望む声があるとも言いますが、いやいや、やっぱり自公政権でなければダメだった、そんな後悔を皆様にさせたくはない。なのでぜひ稲葉さんの思いと政策を聞いていただけないでしょうか。もう一度自民党を信じていただけないでしょうか。この地域で今まで自民党をお支えくださった皆様方が一番今どうしていいのかわからない、そんな状況にいらっしゃるんだと思います。そういう皆様方に本当に心の底から頭を下げ、そしてもう一度信じてみようと思っていただけるようにと私はここへやってまいりました。そして何よりも稲葉さんが市議会議員として今までずっと頑張ってこられた経済産業政策、そして何より私のターン務であります子ども子育て政策、こうしたことに大変熱心に活躍してこられた議員であります。こういう優秀な方が本当に準備期間が全くない中で退路を断って覚悟を決めて手を挙げて、そして浜松の種と立ち上がってくれたんです。皆さんどうぞまっさらの気持ちで稲葉さんの思いに耳を傾けてください。そして稲葉さんを信頼していただきたいと思います。私たちしっかりタッグを組んで、これから子育て政策も女性活躍政策も、そしてまた孤独孤立を感じている高齢者の皆様のためや、そして共生共助、さまざまな皆さんの手助けが必要とする方々のために、私たちしっかりと政策を進めてまいります。苦しんでおられる方のために、困っていらっしゃる方のために、政治はある。そのために私たちが何ができるのか、このことを二人で一緒になって手を取り合って考えて、皆様の思いに必ず応える、その覚悟で皆様と共にこの残りわずかでありますけれども、この戦いを勝ち抜いていかなければならないと思っております。この跡地で皆様方にお話しできるということであります。この浜松の現状というものをもしかしたら物語っているのかなという、この地で皆様と共にこれからの浜松の未来を考えるチャンスなのではないですかね。私はそう思います。それを考えれば稲葉さんに皆さんの思いをぜひ託していただけないでしょうか。もう一度自民党を信じて自公政権でまっすぐに前へ進める、そうした稲葉さんの思いに皆様の大事な大事な一票を託していただけないでしょうか。心から心からお願いを申し上げ、皆様へのお訴えとさせていただきたいと思います。皆様本当にどうぞどうぞ最後までよろしくお願いいたします。参議院議員森内純子内閣府特命担当大臣、心温まる力強いお言葉を本当にありがとうございます。それではここで
補者稲葉大輔決意表明です。皆さんこんにちは。衆議院議員候補の稲葉大輔でございます。この松菱跡地、皆さんにとってもさまざまな思いで、この場所で浜松の未来のために、日本の未来のために、稲葉大輔手を挙げ、そして今日は大変お忙しい中、宮田純子大臣、応援に駆けつけていただきました。改めて皆さん拍手で御礼をお願い申し上げます。ありがとうございます。子ども政策、少子化担当、若者支援、女性活躍、今社会のど真ん中でやらなければいけない。宮田先生がこれまで政治生命をかけてさまざまな壁にぶつかってきたこの課題、私も9年半市議会議員として、市民の皆様の声を誰よりも聞いて、浜松市でできること一生懸命市長に訴え、それでもなお国でなければできないことが多すぎる。今日三原大臣にお越しいただいたのは何かの運命かと思っています。市議会議員最後の年、少子化対策、子ども支援の提言を中野市長に提出しました。1万人以上の皆さんの声が、我々超党派12人特別委員会のところに届きました。将来が不安で、給料が安くて、結婚するのを諦めている若者、子ども1人育ててるけど時間がない、お金がない、2人目3人目は諦めてる、そんな切ない声がたくさん届きました。そしてまた、くしくも私は結婚はしましたけど、残念ながら自分の子供には恵まれなかった。この子供ができなかった人の思いも誰よりも分かります。だからこそ地域で社会で子供たちを育てていく、このことを全力でやりたいと本気で思っています。教育に目を向ければ、いじめや不登校はどんどん増えている、発達に課題のある子どもたち、私の周りにも皆さんの周りにもたくさんいると思います。ある保護者から、浜松で適応指導教室ってなんとかなりませんかって言われました。文科省の通達を調べて、私も勉強して、市長に言って、教育長にもお願いして、議会で質問して、浜松では学びの教室と名前を変えてくれました。保護者の皆さん喜んでいただいた。でも名前が変わっただけじゃダメだと思っています。私が本当に我に返って、適応できない子どもたちを分けて指導する、この考え方もう変えませんか。適応できてないのは子供じゃなくて我々大人、私たち社会が全ての子供たちのために、どんな成長に差があっても課題があっても、みんなを受け入れてあげる、そんな社会を私は本気で作りたいと思います。共に学び、共に遊び、誰もが取り残されない教育を受けられる、そして会社でも就労支援だけじゃなくて共に働ける、将来が不安なくなるような会社や学校を作ってあげれれば、今子ども子育てに本当に悩んでる皆さん、結婚しようか出産しようか躊躇している若者たちに大きな大きな力になるはずです。宮田先生の思いとともに、私はしっかりと国政でその思いをつなげていきたいと思います。そして何より、出産にも子育てにも教育にもお金はたくさんかかります。
しかし、お金ばらまくだけではダメなんです。やっぱり皆さんの給与手取り上げるには会社を強くしなければいけない。浜松の経済ももっと強くしなければいけない。円安で儲かっている企業があれば、下請け企業、中小企業、零細企業、そして地方の企業も稼ぐ力をつけていく。そのために国ができることはたくさんあります。その成果を従業員皆さん方の賃金手取りを上げるという経済の好循環、これを作っていくことで、我々自民党、公明党の与党、しっかり皆さんの生活と命を守り、そして不安のない社会を作っていくこと、稲葉大輔はこれを必ずやる。そのためにはこの選挙絶対勝たなきゃいけないんです。自民党は政治と金の問題、皆さんの信頼を損いました。私はゼロからのスタートです。それでもなおこうして皆さん一人一人に訴えかけることでしか信頼を回復できないと思っています。ゼロからのスタート、敵は10万票以上取る原則、途方もない戦いにチャレンジしています。1週間が経ち、敵の背中は少し見えてまいりました。でもまだ足りない。あと3日間あります。皆さんの力をいただいて、必ずや浜松から自民党を変えようと思っています。浜松から日本の政治を変えようと思っています。皆さんと一歩前へ出て、浜松から日本を、浜松から日本の未来を変えませんか。そのためにあと3日間、皆さんの大きな大きなご支援で、稲葉大輔に貴重な貴重な一票を投じてください。衆議院銀行ほど稲葉大輔でございました。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。皆様ありがとうございます。今は大輔の声に耳を傾けていただき、本当にありがとうございます。本日の街頭演説会、結びに頑張ろう三賞を行いたいと思います。今度は自民党静岡県連青年局長、島直也が務めさせていただきます。皆様ご一緒にお願い申し上げます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました、自民党静岡県連の青年局長を務めております静岡市議会の島でございます。今日は2年前まで共に青年局で青年局次長として活動をしてきた稲葉大輔候補の応援にお伺いさせていただきました。稲葉大輔候補は我々青年世代の期待の星であります。浜松市安田宝であります。どうか皆様のお力を最後の最後まで稲葉大輔候補へとお貸しください。皆様の一票がこの浜松市の発想を変えます。皆様の一声がこの日本の未来を変えていくんです。稲葉大輔が必ず自民党を変えます。どうかよろしくお願いいたします。それでは浜松市を明日のために、そして日本の未来のために、稲葉大輔と一歩前へ、みんなで頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。力強い頑張ろうを皆様ご一緒にありがとうございます。それではここで参議院議員三原淳子内閣府特命担当大臣ご退場となります。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。本当に力強い応援をありがとうございました。ありがとうございます。そして皆様本当にありがとうございます。稲葉大輔のために傘の花を咲かせての応援、本当にありがとうございます。選挙戦も明日から3日となりました。皆様のお力頼りでございます。皆様のご支援を力と変えて戦う稲葉大輔でございますが、大変厳しい選挙戦でございます。どうぞ皆様、投票箱の蓋が閉まるまで稲葉大輔へのご支援の輪をお広げいただきますように心からお願いを申し上げます。本当に皆様、雨の中素敵な傘の花を咲かせ応援いただきありがとうございました。
どうぞ皆様気をつけてお帰りください。そして最終最後まで稲葉大使をお支えいただきますようにお願い申し上げます。稲葉大輔、皆様に心から感謝を申し上げます。